皆さん、こんにちは。今日は11月10日の宇野塾通信をお送りしています。この記事は10月27日に、エコノミストが発表した、Uber のですね、従業員、Uber の、ドライバーを従業員して扱うかどうかっていう AB5 っていう法案があるんですけど、それに対してですね、従業員と扱ってしまうとですね、ウーバーも通常の普通のタクシーとして変わらなくなってしまうんですね。それに対して今までよりもうちょっとドライバーのため の、 その保険とかですね、そういったものを考慮したプロップ22という法案をですね、ウーバーサイドが、ウーバーとかリフトが作ってですね、それを11月3日にの住民投票を行うというふうなことに関する記事です。結果としてはですね、現在は11月、今日は8日なので、今の最新情報ですと、この法は3日に投票したので、結果としては住民に支持されたんですね。で、その経緯をですね、今日と明日2日にわたってですね、ご説明します。で、Uber の将来を決めるカリフォルニアの投票ということで、バロットイニシアティブ、住民投票ですね。で、住民がこのギグ企業に対する住民投票を拒絶したら、彼らはビジネスモデルを再考しなければならなくなる。これどういう意味かというと、義務企業というのはタクシードライバーが好きな時に好きな時間働ける。一方ではこの車、タクシーですね、この車を利用する人はいつでも呼べばすぐ来てくれるという、そういう従来のタクシーとのコンセプトを覆したものをウーバーが発明したんですね。で、もしそれをその、今回のプロップ22が通らなければ AB5 っていう前の法案ですね、要するにその今 の、 その車の手配をですね、の運転手を従業員並みに扱わなきゃならないというふうな考え方の法案なんですね。もしそれが今回のプロップ22が通らないなってしまうと、従業員扱いをしなければならなくなる。そうなってくると、せっかくウーバーが考えてきたこのビジネスモデルは崩壊してしまうんですね。要するにタクシー会社と同じような運営をしなければならなくなる。だから当然従業員に支払う金も増えるし、一方では車を手配する人もタクシー並みの料金を払わなければならなくなってしまうということなんですね。で、住民投票した結果、住民からすればですね、従来のモデルの方がですね、はるかに払う金も少ないし便利なんで、そういう結果にそうなったんですね。実際にはこのタクシードライバーの中では、この写真でありますようにユニオンズ・フォー・オールって旗を持ってる人いますけど、日本の AB5 ですね、世の中面白いもんですね。こうやってタクシー運転手のドライバーをですね、こういうふうなユーバーが雇うことによって、結局彼らがですね、もっとドライバーがですね、もっと金が欲しい、もっと地位が欲しいっていう欲が出てくるんですね。これができてから11年になるんですけど、それが今回否決されたっていう。だからユーバー側としてはですね、2億ドルも払ってですね、いろんなこう新たなプロ、ここに書いてあるプロップ22という法案を作り出したんですね。そういうことをですね、ウーバーの社長はダラ・コスロシャ氏っていう人です。ここに名前書いてありますけどね。で、これプロポジション22って書いてありますけど、配車サービスのタクシードライバーを業務委託先として処遇することを認める司法提案ですね。で、2020年11月、今月ですけど、カリフォルニア州民は、ウーバー、リフト、ドアダッシュが主に資金提供しているプロップ22法案に投票する。この投票法案は、仕事中に最低賃金の少なくとも 120% 収入保障、経費のための1マイル当たり30セント、医療費、仕事中の怪我のための労災保険、差別やセクハラから保護、自動車事故と賠償責任保険を実施することを目指している。ですから今までこういうことはなかったんですけど、これを今回 の、 タクシー配車サービスドライバーの
AB25 の法案を支持する、まあ、ドライバーの組合ができたんですね。その人たちの要求に対して対抗するためにこのプロップ22っていうのを住民投票したわけですね。ギグエコノミーについてもちょっと説明します。ギグエコノミーのギグとは音楽業界で活躍するアーティストなどが行うその場限りの単発ライブを指す言葉として使われていました。そこから転じてインターネットを通じて単発の仕事を中心する働き方のことをギグと言います。で、このユーバーも配車サービスということでギグエコノミーの企業というふうにこう定義されてますね。あと、まあ、いいですね。熟語とかそういうのは。AB5 ちょっと説明します。AB5 法案。ギグエコノミーの労働者に最低賃金と労災保険などの福利厚生を確保するということは、まあ、従業員扱いをするということですね。独立受け業者、インディペンデントコントラクターの定義をより厳格化するもので、ウーバー、リフトなどに代表されるギグエコノミー関連企業の働き手の法的保護の観点において注目されています。 Uber と Lyft に対して独立受け負い業者である運転手を従業員に再分類することを求める仮処分命令を出し、運転手を従業員とすると賃金や有給休暇、各証券などさまざまなコスト負担が発生することから、企業側はこの変更が行政がこの機能となることを危惧している。だからタクシー会社になれということですね。そういうことですね。で、早速中入ってきますね。ウーバーの社長ダラク・コスロシャ氏にとって11月3日の大統領選挙のほかにカリフォルニアでのプロップ22法案の住民投票がある。この法案はタクシー配車サービスの、将来を決定する法案で、配車サービスのタクシードライバーを業務委託先として処遇することを認める州法だ。ウーバーなど企業は 今のビジネスモデルを維持しようとしてこの法案を通そうとして2億ドル近く使ってきた。まあ、かっこいいところは私が今日付け加えた結局可決されました。問題はフリーランスの運転手、宅配業者、その他のギグワーカーが従業員として扱われ、失業保険や医療保険などの手当の資格を得るかどうかだ。基本的な課題としてこのプロップ20には労働者の保護とギグ産業の柔軟性とのバランスへの挑戦なのだですね。彼らが働きたい時に働き、顧客は乗車したりデリバリーを頼んだ時に長く待たされないことを保障するのだ。11年前にウーバーはギグ経済のモデルを作った。このソフトウェアはリアルタイムで需給をマッチさせる。初めのうちは乗る人も運転手も利益があった。ウーバーもリフトも市場獲得の狙いで乗車してくれるように安い料金を設定した。この数年でこの2社は経費を削減し、昨年投資家によって上場をけしかけられた。ウーバーの取り分は平均で 26% で、2017年の時には 20% だった。運転手の取り分は少なくなった。運転手が1時間あたりいくら稼ぐのかが議論の的だ。支払いがいくらだろうと、彼らには諸手当てはない。副業で運転手やってる人には関係ないかもしれない。ウーバーが言うには、多くの運転手はパートタイマーだ。批判する人たちはそうではないと言っている。まあ、フルタイムだと言ってるんですね。こうした懸念があるので、昨年カリフォルニアは AB5 法案を通し、独立の業務委託者は雇用者から管理や指示を受けないという定義を変更した。すなわち、ギグエコノミーの労働者に最低賃金と労災保険などの福利厚生を確保するために、従業員として再雇用するという法案だ。10月22日に高等裁判所は従業員として再雇用しなくていいという判断を下した。まあ今日はここまでですね。ですからまあそういうふうな経緯があって AB5 に対して、これ従業員やってしまうとですね、Uber などのこういう運転手を従業員として扱わなければならなくなるとですね、彼らの企業がタクシー会社と全く同じになってしまうと。だから利益も出ないし、結局顧客に要求する賃金も上がるというようなことを懸念してですね、この対抗として、まあ、2億ドルを使いながらプロップ22法案をですね提案して、まあ、11月3日の住民投票に
持っていったというのがこの経緯ですね。まあ、今日はこれまで。明日続きやります。